今回は久しぶりに、似顔絵をアップしてみます。今ブレイク中のブルゾンちえみさんを描いてみました。描いてる途中で録画しようと、その時思い立ちましたので、ちょっと途中からの、撮影になりますけども、どうぞご覧ください。はい、どうもムッチーです。今日はですね、久々に似顔絵を描いています。ちょっとね、描かなきゃいけない事情がありまして、サンプル画ですね、似顔絵イベントをする時のサンプル画を描こうとなりましてですね、まあ今旬な芸能人ということで、まあブルゾンちえみさんですね、これを今描いてるんですけども、こちらイケメンですね。でもうやめとこうかなと、もう録画するのはやめようかなと、めんどくさいのでね、こうカメラを設置してなんだかんだして結構めんどくさいので、でこれ急がないといけないので、こんなゆっくりと解説しているのは本当はね良くないんですけども、もう久々の似顔絵なので、まあじゃあやっぱり撮ってみようかと、ここまで下書きを書いてからこれ決めましてね、でやっているわけです。まあ旬な芸能人を誰にしようかと思ったんですけどね、もうピコ太郎さんちょっと古いですし、まあこの人かなと、私も2回ぐらいしかテレビで見たことないんですけども、あまりテレビを最近見ないので、大体でも世の中の流れからするとこの人が受けているんではないかと思って、なんか今ブレイク街道まっしぐらっていうみたいな感じですからね。後ろの人たちってあんま似てなくてもいいですよね。そこそこイケメンであればいいというね。で、やっぱり後ろの人たちはこう腕を組んでいる感じがいいですね。こう来るわけだから、こうですね。はい、まあそんな感じですね。まあ最初から録画してたらよかったんですけども、そういった事情でね、途中からやっぱり録画しようと、せっかくなので録画しようということになりましたね。はい、では、下書きが終わったので今から墨入れをします。まあでも今ですね、目の前にこうネットの画像を見ながら、こういろんな画像を出しながらですね、だからこれといったのがないんですよね。なので寄せ集めですね。この目とこの口がいいみたいな感じで寄せ集めてやっております。後ろの人たちやこの手のスタイルとか、もうあっちこっちから寄せ集めてこの人らしいものを作っているわけなんですけども、うん、はい、ではまあそんな感じでね、では墨入れいってみます。ずっと水彩画ばかりやってたので本当に久しぶりですね。ちょっと話しゃべりながらだとこう集中できないのでなかなか大変ですけども、初めて似顔絵を
ップしたのは、有名人の似顔絵アップしたのは野々村議員のやつだったかと思うんですけどね。それまでですね、私は自分の音楽のことばっかりアップしていて、そしたら全然もう再生数が伸びなくて、1日50再生ぐらいいけばいいっていう、100再生なんてすごいなぁと、夢のまた夢だなと思ってたんですけど、その野々村議員を挙げた時にですね、なんと次の日見てみたら一晩で1000再生を超えておりましてですね、そこからですね、あ、そうかと、そういうふうにすれば再生数は伸びるんだなというふうに、分かってきましてですね、でそこから、ちょこちょここういった面白いね、似顔絵をアップするようになりましたね。手際よくこう下書きせずに筆ペン一発でささっとね10分ぐらいで書くっていうのが一番見ててスカッとされると思うんですけどね。さすがにねこの人よく知らないし、なかなか写真にね、ネットの写真にいいのがないので、これはさすがに下書きしないとダメだなと思いましてですね、なんか喋ってるとちゃんと書けているのかどうなのかさっぱりわかりませんけど、まあ今回はねイベントのサンプル画なので失敗するわけにいかないですからね、ちょっと慎重にところどころ喋らないで書くことがあると思います。似てるんでしょうかね。知らないうちに急に現れてきましたですよね。よくテレビをご覧になっている方はよく知っているんでしょうけども、私も本当に最近知ったっていう感じで、あ、ちょっとこの辺が下書きがいい加減ですね。まあいいや、ですね、で、はい、はい、じゃあこちらのイケメンさんも、はい、てみましょう。
はい、墨入れはまあできましたね。では下書きのラインを消しゴムで消しまして、そして、着彩、色の方は、パソコンでやってみたいと思います。はい、こんな感じで仕上がりました。色の方は Mac を使って、ソフトはイラストレーターと Photoshop を使って、色をつけています。これからもですね、まあ水彩画だけではなく、このように似顔絵も、まあ面白く楽しく、描いて、そしてアップしていきたいと思いますので、どうぞこれからも、楽しくご覧くださいませ。ありがとうございました。